オレンジでは今週、持続可能な社会を目指す SDGs について考えていきます。静岡市の高校では、すべての部活動で身近なことから取り組んでいます。静岡市の常葉台立花高校です。県内有数のサッカーの強豪校です。練習が終わると、部室などの掃除が始まります。SDGs の活動の6番の安全な水とトイレを世界中にという活動をテーマに沿って活動しています。学校の掃除の時間とは別に、部員たちはトイレや水道を掃除し、合宿に行った時には海岸の清掃活動もしています。男子サッカー部では全国大会出場に加え、今年から SDGs の目標も掲げました。僕たちはこれから大人になって社会に貢献していくと思うので、それをこの活動を通して学んでいけたらいいなと思っています。サッカー部統括の新井雄二先生です。SDGs を部活動に取り入れることで主体性を伸ばしたいと考えました。社会を意識してつながりのあるテーマを持って活動を行うことで、また活躍できる人材になってくれたらなと思います。 SDGs を意識しているのはサッカー部だけではありません。すべての部活動の部長さんに集まっていただきました。せーの、私たちは SDGs に取り組んでいます。運動部と文化部合わせて30のすべての部活動が SDGs の一つのテーマを決めて取り組んでいます。節電や節水など身近にできることを部員たちが考えました。自然科学部では SDGs の目標に沿った調査や実験をしています。採取してきた水の中に不純物というか有機物が含まれているかっていうのを測りました。市内の川や池の水を採取し水質調査をしています。これも SDGs が目指す安全な水の確保につながっています。普段何気なく使っている水がどれぐらいきれいなのかとか、身近にある水源がどれぐらい汚れているかとか、そういうのが分かればいいなと思っています。すべての生徒が SDGs に自主的に取り組む姿に学校も期待しています。生徒たちがやはり生きていく社会っていうのを想像しながら、そして小さなことから大きな輪に広げるっていう、そういうイメージでもって、長いことかけて積み重ねていけば必ず何かこう実を結んでいくんではないかな、なんてそんなふうに思っています。文化部で一番人数の多い吹奏楽部では SDGs の使う責任を意識しています。普段使わせていただいている教室や音楽室、そして物を大切に使うようにしています。楽器や備品の手入れをして長く使い続けるよう全員で取り組みます。使っているものに感謝をして、日々大切に使えるような部活になっていきたいなと思っています。気をつけ、礼。ありがとうございました。さらに生徒会でも今年から SDGs の活動を取り入れました。ペットボトルのキャップを回収してリサイクルで得た利益で発展途上国にワクチンを届ける活動です。みんながその発展途上国で困っている子たちがいるっていうことを知っていただきたい。生徒たちが SDGs について自ら考え行動する、それこそが持続可能な社会を作るための一歩です。